バリアフリーシアター森口宿物語。物語の舞台は江戸時代の森口市、東海道57次の一つにも数えられる宿場町、森口宿です。この森口宿にある立田屋に泊まったのが青彦と申しまして、30歳手前の色男。青彦には相方がおりまして、名前を緑太郎と申します。わかったよ。でもよ、泣いてるだけじゃ拉致が開かねえぜ。だって泣くしかないじゃないか。なんとかしてやるぜ。え、本当かい？なんとかなるのかい？さあ、青彦が打ち立てる一世一代の大道芸とはどのようなものか。その月の月末となり、いよいよ大阪町奉行所にて喜左衛門の沙汰が下される日となりました。なんだ、どうなっているんだ。奉行所内に響き渡る声で叫びました。これにて一件落着。涙で目が覚めた。奉行所の一件から一夜明けました。よし、緑太郎、行くぜ。はいよ。ただいまの出演、青彦、柴田明、緑太郎、一丸ゆきか、おのぶ、ムー彩子、森本厚左衛門、ジャック、川森栄之氏、川森栄一、よりき、上原涼、イラスト原画、森本くるみ、語り、本田正明、脚本、佐々木敏郎、制作、バリアフリーシアター実行委員会、音楽、若菜、森口市身体障害者福祉会定期総会参加作品、バリアフリーシアター森口宿物語、終わり。